グロポリスで隙間が埋められたスバコスに付着したグロポリスプロポリスは蜜チが木の芽や樹液あるいはその他の植物源から集めた樹脂性混合物である。蜂屋にとも言う。グロポリスという名前はもともとギリシャ語でプロは前とか守るという意味を持ちプロポリスは都市という意味を持っている。この二つの語が合わさったグロポリスは都市を守るという意味がある。 グロポリスは巣の隙間を埋める風資材として使われている。およそ6ミリメートル以下の小さな隙間のために使われ、より大きな空間は通常密楼で埋められる。色はどの植物から取られたかに依存するが、最も一般的には暗褐色である。グロポリスは室温以上で粘着性がある。低温では硬く、非常に壊れやすくなる。何世紀にもわたって、 用法からは、蜂は巣を雨や冷たい冬の風といった要素から守るために、グロポリスで巣の隙間を埋めていると推測していた。しかしながら、20世紀の研究によって、蜂は通気性が上がる世界のほとんどの温帯地域の陶器に生き延びるだけでなく、繁栄もしていることが明らかにされた。現在は、グロポリスには以下のような目的があると考えられている。 植物は、自らが傷つけられると、傷口を守るために樹脂を分泌し、また、新芽やつぼみを、病原性の微生物から守るため、それらへ、抗菌作用を持った物質を送っている。ミツバチはこの抗菌作用を活用し、プロポリスを巣に塗ることで、暖かく、湿度が高い巣の中でも、細菌の繁殖を抑えて、巣を清潔に保つことができるようにしている。 植物由来の物質をミツバチが採集したものがグロポリスであるが、採集後ミツバチが新たに何らかの物質を加えている可能性も考えられている。グロポリスを集める性質を持つのは、木のホラなどの中に映像する閉鎖区間映像性のバチのうち西洋ミツバチのみである。亜種の日本ミツバチを含む東洋ミツバチなどはこれを集めない。同じ蜂産品である。 ローヤルゼリーや蜂蜜などに比べて、再種量は少なく、人為的には、合成ができない。黒褐色のプロポリスプロポリスは、ミツバチが集めてくる植物を原料として作られるため、起源となる植物によって、黒褐色、暗緑色、赤褐色のものなど様々な種類がある。近年の研究により、産地や起源植物によって、特有成分が大きく異なることが、 明らかになっている一般にプロポリスは樹脂、バルサム、ワックス、油性物質、花粉で構成される。成分は微量のものを含めるとおよそ300ないし400に上ると言われている。起源植物の多くがポプラであるヨーロッパ産や中国産のプロポリスには主な成分としてフラボノイドが含まれている。一方、 聞くバッカリり鋭のアレクリンドカンポを起源とするブラジル産プロポリスには主にアルテピリン C をはじめとする経費産誘導体フラボノイドが含まれているブラジル産プロポリスは中国産と比べアルテピリン C 量は約7500倍バッカリン量は約2500倍6メトキシケンフェライド量は約25倍であるという分析結果も報告されている 巣箱や養蜂用具から鉛が混入することが報告されているが、採集の方法により混入量は大きく異なる。プロポリスはブラジルをはじめアルゼンチン、イギリス、イタリア、ウルグアイ、エジプト、オーストラリア、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、リトアニアなど世界各国で採集されている。日本においてもわずかではあるが、北は北海道から、 南は沖縄県まで主に研究用として採集されている。生産量が最も多いのはブラジルである。ブラジルにはプロポリス採取に適したアフリカナイズドミツバチがいる。アフリカミツバチと西洋ミツバチとの自然交配によって生み出された品種である。ブラジルでは蜂蜜を集める能力の高いアフリカミツバチを 輸入研究していたが、そこから逃げ出したものが、もともと、ブラジルにいた、西洋ミツバチと交配し、この新種が生み出された。アフリカナイズドミツバチは、高い防衛本能を持ち、巣を守るためのプロポリスを早く大量に生産する。湿度の高いアマゾンに生息するミツバチは、疾病から身を守るために、強力なプロポリスを生産していると考えられており、そのため、 ブラジル産のプロポリスは最高級品と言われている。ブラジル産、プロポリスは品質に応じて6段階の等級に分けられ、ミナスジェライス州産のアレクリンという植物に由来するグリーンプロポリスが最上級品とされている。グリーンプロポリスは1988年に日本人の養蜂家である寺尾貞明によって発見された。バチの巣から採取されたプロポリスは 抽出を経て使用される。抽出方法としては、アルコールを用いるものが一般的である。用途としては、化粧品、日焼け止め、消毒抗炎剤、点眼剤、鎮静剤、ヘアスプレーの材料、バイオリンの艶出しなどが挙げられる。プロポリスと人間との付き合いは長く、古くはミイラを作る、際の防腐剤として利用されていた。古代ローマでは、 天然の抗生物質として用いられ、東ヨーロッパでも伝統的に薬用に用いられてきた。今日、プロポリスは健康食品や飲料としての利用が拡大し続けており、抗菌、抗ウイルス、抗炎症、抗腫瘍作用等を期待した病気予防、治療目的での服用が行われているほか、臨床医により治療の補助として用いられた臨床例も多数報告され、 出版もされている。蜜蜂は、プロポリスが持つ、殺菌力によって、細菌やウイルスから身を守っていると言われており、これまでに、種々の生理活性、すなわち、抗微生物活性、抗酸化作用、抗炎症作用、抗腫瘍活性、抗肝毒性が知られ、予防及び治療的効果、また転移阻害の効果も確かめられているほか、免疫力調整作用、鎮痛作用、 極部麻酔作用、医薬品の効果を高める作用、薬の副作用軽減作用、成長作用、活性酸素消去作用、公開用作用、抗アレルギー作用、精神安定作用、食欲増進作用などがあるとされている。また、蜂蜜種の醸造も盛んなリトアニアでは原料に、プロポリスを用いた、リキュール、ビシュー・デュニールズ・ライカースが2013年に開発された。 日本では1991年9月に開催された第50回日本岸学会総会で松野哲也がブラジル産プロポリスに高腫瘍活性を持った物質が含まれていることを発表。このことがきっかけとなり研究が急速に進展した。その後も林原生物科学研究所がプロポリスのエタノール抽出物からマクロファージ活性。 抗菌性などの効果を発見するなど研究が盛んに行われるようになった。その作用について様々な研究報告がなされている。日本では1985年に名古屋で開催された第30回国際養蜂会議にてプロポリスの有用性について発表されたことが発端となり研究が盛んとなった。ありがとうございます。